最近流行ってるのかな、なんかで見て、そうそう買ってみました。そうなんです。帽子は見つかってない。帽子はもうなくした、多分道に落としたかな。どこに忘れたんだろう。でも家の中にないからないんだろうなと思って。そうなの。あ、ミスターチーズケーキ購入おめでとうございます。ありがとう。そうなんだよ、実はね、妹がそう助けてくれて購入できました。ねえ、今日はご飯はお寿司を食べました。お寿司、寿司、でも、なんだろう、最近なんかお昼とかはあんま食べないかもしれない。カレーも食べたいとずっと願ってんだけどね、なかなか実現しない。明日食べたいな、カレーお寿司は、今日は2、1、2、3、4、5皿分ぐらい食べた、多分。そう、夕飯は豚丼、いいね、豚丼いいね。夏はカレーだよね、やっぱりね。夏こそカレー食べたくなるよね、それわかる。最近ね、そう、最近すごいなんかいっぱいコスメをゲットして、なのでコスメをいっぱい紹介しようと思いつつ、時がずっと過ぎてるという。今日はそうだね、今日はだいぶ前に撮った写真をずっと載せてない写真があったので、それを載せます、インスタに。10時半から11時ぐらい載せようと思います。そう、チークは変えた。チークはね、そう、結局パレットはやっぱ売ってないんだけど、でも他のを普通に単体で買いました。コスメめっちゃ、なんか最近はもう夏も終わるっていうことで、夏のメイクってなかなか、まあ、ない、そんな別にそんなにしないけど、秋のメイクとか冬のメイクって結構特徴あるから、秋のメイクとか、まあ夏にも使えて秋と冬にも使えるみたいなメイクをちょっと購入いたしましたね。夏何もしてない、ほんとそれね。そう、今日は特に何もメイクは、そう、ファンデも塗ってない。下地とまつげは何も塗ってないんだけど、まつげパーマしてるからところで、でアイシャドウはちょっとクリームアイシャドウをこことここ全体的に塗って、アイラインはしてない。アイシャドウの濃い方でこれちょっとピッて線を出して、ほんと10分くらいメイク時間10分。うん、そうなんですよ。まつげパーマ良きよ、まあ、みんなにおすすめしてる私まつげパーマいいよってみんなに言ってる。そう、ここにニキビできたから、だからここのニキビをちょっと直すためにずっとあれを塗ってます、オーローナイン。そうそう、まつげパーマするとどうなる。まつげパーマするとまつげってさ、私まあ平行か上向きには必ずしも生えてるわけじゃない、ね、これがずっとキープされる。なんかこれ何も塗ってないんだけど、これはまあでもやっていつやったかな、まあ、2、3週間は経ってると思うんだけど、そう、これがずっとキープされるという、何しても寝て起きてもすっぴんでもこれだから、
そう楽。うん、そう普通に髪の毛のにするやつみたいな。今日の下地は、今日の下地はランコムかな、日焼け止めの下地。でも私が今日下地買った下地はちょっとすっごい、今まででやっぱ一番いいかもみたいな下地をちょっと今日ゲットしたので、そう、ぜひ楽しみ。でもまだ届いてない。そう届いたら紹介します。ネットで買っちゃったから、ね、そうなんです。ね、もうちょっとでなんかオンラインおしゃべり会なので、なんかあれだね、やっと一人ずつ話せるよって感じ。本当にね、ずっと話せ、今年初めてだよね、みんなと一人ずつ話すのは。多分まあってはないけど、オンラインで話すのはね。だからめちゃめちゃ楽しみねえ、どんな感じなんだろう。あと12日か、え、いつだっけ、ちなみにいつ14日ぐらいだった気がするんだけど、確かね。でもなんか他のグループさんのとかを、なんかツイッターとかを見てると、そのメンバーさんがよく言うのは、なんかこういつもさ握手会とかで剥がしながら話すこともあるじゃないですか、最後になんかちょっと長くなっちゃったりとかした時、それがないから急にブチって切れちゃうから、だからもうなんかなんだろう、おはようとかこんにちはとかっていう挨拶の時間もちょっと短縮して、言いたいこととか伝えたいこととか聞きたいこととかをバッと言う方がいいと思いますって書いてあった、確か。うん、そう、挨拶抜きでも全然大丈夫ね。まあでも大事だけどね、久しぶりって私も言っちゃうかもしれない。まあちょっと早口にはなるかもしれないんだけど、まあそれはちょっと許していただいてね。え、楽しみ。結構難しいよね、一枚じゃ話せないよねそれ。頑張ろうと、言いたいことすごく言う。そうで、終わる時もすぐブチって消えちゃうから、そうだ、なるべくなんか大事なことを先にっていうことの方がいいのかなとは思います。お互いのためにっていう感じかな。早口言葉練習しないと。確かに早口言葉練習しよう。やっほー、久しぶり、元気だった、なんとかなんとか、あーそうなんだ、へーうーんみたいな19日参加します、お楽しみにしてますね。でも多分待機するとき、あと何人とかって出るのかな、どうなんだろう、まだやり方がちょっとわからないんですけど、イヤホン付きマイク推奨らしい。え、そうなんだ、イヤホン付きマイクあったかな、出るよね、そうそうそう、あと何人みたいな。ね、10月の方がたくさん多分あると思う。9月はまあまあまあかな、30もあるよね確かに、そんな感じだったかな。県はまとめた方がいいらしい。まあそうだよね、多分ブチって消えちゃうと会話が途中途中で、一個一個だったらまあいいと思うんだけど、うん、よく準備できた。お、本当？あ、私のことかな、どっちか準備、私は洋服、最近秋服結構買いました。はい、
2、3、4着くらいか、もう買ってるかな、まだ着てないやつ、楽しみにしててください。スタッフさんと本人確認の後すぐメンバーが出る、あ、そういう感じか。浴衣ある、浴衣も買いました、楽しみにしてて。でも浴衣の時期ってさ、やっぱ10月入っちゃうとどうなんだろうって思っちゃうから、なんか多分9月中には浴衣着るかなって思う。いやでも分かんない、まだ10月に着るかもしれないけど、まあ自分がここだって時に浴衣を着ます。当たった人はラッキー。そんな感じ。時間で服変える、時間で服変えるやつやる。どうだろう、でもやりたいけど毎回毎回は変えられないか。ハロウィン的なこともしたいよね、なんかコスプレじゃないけど毎年やってるやつ。今年何がいいんだろう、楽しみ。新しい洋服しか着ないの、まあその予定ではある。洋服は全部用意したいなと思ってはいるけど、ちょっとどうだろう、これは着たいってやつはまた着るかもしれない、かもしれない。結構回数ある、そうなの、結構回数あるから、私もう用意、どこまで用意できるのかちょっと限界があるかもしれないんだけど、そう、まあでも頑張ります。はい、11日間11着、最低11着ね、破産します。普通に。大変だね、なかなかあるね、服ね、11着でも、もう1、2、1、2、いやでも結構あると思うんだけどね、でも何を着てて何を着てないのかちょっとよくわかんないくなっちゃった。まあでも最低でも11日は服を変えます。なんだろう、全部の握手会で着てない服を着るので、その11日の中でね、着てない服を着るのでっていう感じかな。髪型とかも結構変えようかなと思ってて、そうそうそう、楽しみに。なくなったらパジャマで OK、 本当に本当にごめんね、なくなったらパジャマにするかも。みんなが用意するのは携帯とそのイヤホン付きマイクみたいな、マイクイヤホン付きみたいなやつと、あとなんだろうね、何がいるんだろう、リングライト、結構本格的。リングライトかな、リングライト、あとカトミナへの愛ね、それね、気持ち。気持ちと、あ、確かにジャージとかね、ジャージもあるっちゃあるけど、どうなんだろうか。あとなんだろうね、何が必要なんだろう、でもそのなんかいろいろ見せてほしい、握手会では持ってこれないものとかも多分あると思うので、いろいろ見せて。お家からするの、みんなどこでするの、
え、お家から？楽しみ。お家かなって。そう、ワンちゃんとかもね、見てほしいです。みんなお家から住んだね。じゃあお家、お家の飼ってるワンちゃんとか猫ちゃんとか見たいかも。あとなんか私に見せていいものあったら見せてください、ぜひ。あとなんかお仕事中で休憩とかだったら普通になんか、なんだろう、お仕事っぽい格好とか、多分スーツとか着てる方とかもいらっしゃると思うんで、ちょっと楽しみにしてます。車ね、確かに車から参加っていうのもあり。なるほどね。うん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 。近くのカラオケ屋。ああ、なるほど、カラオケ屋ね。音を消して。クールビズなので、なるほどね。楽しみ。みんなのちょっとなんか生活的な部分もちょっと見れるのがすごく楽しみです。そう。カラオケにシャーベットピンク入ってた。本当？いいな。機種によってイヤホンマイクないと聞こえないらしい。そうなんだ。それはやばい。そんなことあんの。カラオケいいね。田んぼからお話し会参加してすごいね、面白いね。みんないいと思う。私はすごい好きです、そういうの。私のために楽しませてくれてるんだろうなみたいな感じがする。なんかどうか本当に本当になんか一緒になんかどっか行ってる風な気持ちに、テレビ電話しながらとか気持ちになれたりとかすると思うよね、多分。なんか一人ぐらいなんかその私のファンの人みんな面白いから、一人ぐらいちょっとなんか面白い人いそう。そう、ね、絶対いるよね、絶対いるよね。なんか破天荒な人いるよね。釣りしながらとかねいそうじゃない？面白そう。なんか面白い人、いや別に面白いを求めてるわけじゃ、面白くしてって言ってるわけじゃない。ほんと普通に話したいだけなんで、はい、面白い人がいたら面白いなっていう話でした。そうそう、でももうすごい楽しみにしてる。滝に打たれながら、それはちょっと面白い。私自分の写真とか撮れないもんね。写真撮りたいな。フリじゃないよ。そう、間違って幕張メッセ行った体で参加します。ん、うん、楽しみ。まあ確かに、ね、赤ちゃん見せてくれるファンの方いそうだよね。本当それはちょっと見たいかも。私赤ちゃんとか
普段見ないんで、近くにいないから。そうそう、 Wi-Fi は切った方がいいらしい。なるほどね。なんかさ、そういうさ、ちょっと細かい知ってることとか、ちょっとこうかもしれないみたいなことあったら、ちょっとアドバイスみんなにも共有したいんで、ちょっとよく共有できることはしていきたいと思うんで、メールの返信とかで書いてくれたらなと思います。うん、他の人映ったら配信切られんだ。なるほどね。結構。じゃあ赤ちゃんはいいの？赤ちゃんは喋れないからいいのかな。どうなんだろうね。つんちゃんがメモに注意点まとめてた。ほんと？ちょっと見てみます。バブー、赤ちゃんはバブーね。なんか本当？じゃあちょっとズンちゃんのツイッター見てみますね。昨日練習で参加したから後で送るよ。本当にありがとう。メールの返信見てるので、メールの返信でお願いします。赤ちゃん本人確認できないよね。そうね。でも子供とかもちょっと厳しいのかな。ね、声とかもダメなのかな。どこまでなんだろう。まあ、AKB と NGT のねあれがない。ねえ。まあね、赤ちゃんぐらいなら全然ね大丈夫でしょ。スタッフが写真とか見せたりするのもダメなのか。いや、それもちょっと聞いてみますね。何が OK 何がダメなのかっていうのは詳細、ちょっと詳細ね、そろそろね楽しみにしてます。いつもさ、詳細とさ、詳細みたいな、詳細とさ、ちょっとわかん、詳細どっち詳細、詳細、あ、詳細なんだ。私さ、生きてきてさ、詳細ってしか詳細か分かんないから、詳細ってずっと言ってた。そう、詳細なんで、ね、忘れそう。また詳細 OK 覚えた。初めて覚えた21の夏。詳細 OK。 詳細とシューマイ、詳細とシューマイ、詳細とシューマイ。おばが発揮、おばか、バカだな、じゃないけど、詳細 OK。 これからもちょっとめちゃめちゃ使っていこう。詳細はでもなんか、そう、あ、マイク、はい、詳細は天才の少し知った、詳細は詳しく、早口言葉。詳細ね。オッケーありがとう、覚えました。詳細、オンライン長、そうなんだ。ほんほん、なるほど。何時ですか？ね、もう今何時ですか？何時？30分ぐらいまでなの。そうなの。あ、
30分じゃないか、10時までかまた間違えちゃった。なのでもう時期ですね。じゃあちょっとギフトを読みます。ギフト、アイスとタコと、タコの緑とピンクと赤と拍手とだるまとクマとかわいいと小判とハートと花ですね。ありがとう。かわいいもいただきました。ありがとうございますでは皆さん今日はゆっくりよく寝れるかと思うのでぜひ寝てください。私も最近もなんかもうめちゃめちゃ寝てます。昼間とかも超寝ちゃう。なのでみんな夏バテとかね、いろいろ気をつけて、熱中症とか本当に。はい、ということで、ではまたインスタあげますので、まあでも10時半か11時くらいにあげようと思いますではまたみんな、またね、バイバイ、ありがとう、ありがとうございました。